ブパラダイス。ヘイト1位に大ダメージ攻撃と追撃で、エブンサンダーが来るので軽減をきっちり入れる。エデングラビで、全体範囲攻撃。バーイズ&バーチュー、DPS、DPS4 人に変形範囲攻撃、着弾後 AOE 設置。エデンフレア、ボスを中心としたドーナツ型範囲攻撃。バーイズ&バーチュー、タンク、MT、ST2000 がつながり、栄翔終了後、二人に直線範囲攻撃、味方に当てないように位置を調節。スピアオブパラダイス、ヘイト1位に大ダメージ攻撃と追撃で、エブンサンダーが来るので軽減をきっちり入れる。ピュアライト、ボスがフィールドの角に移動し、栄翔終了後、後半に前方攻撃。中心の十字、ボス中心円形範囲攻撃、全員対象の円形範囲攻撃。ディメンションシフト、全体範囲攻撃後、フィールドが変化し、白い玉が複数個出現。ピュアレイ、パラダイスロスト、白い玉から直線範囲攻撃とプレイヤーへ、ランダム円形範囲攻撃3回、次に行われるピュアライトのアンチを、潰さないように、ボスが角に移動してもすぐに行かず、円形範囲を2回出現させてから、移動、ピュアライト、ボスがフィールドの角に移動し、栄翔終了後、後半に前方攻撃。ディメンションシフト、全体範囲攻撃後、フィールドが元に戻る。フラゴルマクシマス、全体範囲攻撃後、距離減衰攻撃が2箇所から発生、そこからジャコが2体出現。ジャコ戦、ジャコは無影響の前方範囲を使用するので、タンクはそれぞれ1体受け持ち。重ならないようにしよう。全体範囲攻撃、マナバーストも来ます。移行フェーズかなり長いので、1分計はどんどん打っちゃってもいいかもしれません。また、フートンやドラサイなどは切れるので、それを考えて行動しよう。フェーズ5はフェーズ1とフェーズ2のループ。バーイズ&バーチュー、タンク、MT、ST2000 がつながり、栄翔終了後、二人に直線範囲攻撃、味方に当てないように位置を調節。スピアオブパラダイス、
ヘイト1位に大ダメージ攻撃と追撃で、エブンサンダーが来るので軽減をきっちり入れる。ピュアライト。ボスがフィールドの角に移動し、映像終了後、後半に前方攻撃。デルタアタック、ボス中心の十字、ボス中心円形範囲攻撃、全員対象の円形範囲攻撃。ディメンションシフト、全体範囲攻撃後、フィールドが変化し、白い玉が複数個出現。ピュアレイ、パラダイスロスト、白い玉から直線範囲攻撃とプレイヤーへ、ランダム円形範囲攻撃3回、次に行われるピュアライトのアンチを、潰さないように、ボスが角に移動してもすぐに行かず、円形範囲を2回出現させてから、移動、ピュアライト、ボスがフィールドの角に移動し、映像終了後、後半に前方攻撃。ディメンションシフト。全体範囲攻撃後、フィールドが元に戻る。バーイス&バーチュー、DPS、DPS4 人に円形範囲攻撃、着弾後 AOE 設置。エデンフレア。ボスを中心としたドーナツ型範囲攻撃。エデングラビデ、全体範囲攻撃。バーイス&バーチュー、タンク、MT、ST2000 がつながり、映像終了後、2人に直線範囲攻撃、味方に当てないように位置を調節。スピアオブパラダイス、ヘイト1位に大ダメージ攻撃と追撃で、エブンサンダー、が来るので軽減をきっちり入れる。ピュアライト。ボスがフィールドの角に移動し、映像終了後、後半に前方攻撃。デルタアタック、ボス中心の十字、ボス中心円形範囲攻撃、全員対象の円形範囲攻撃。ディメンションシフト、全体範囲攻撃後、フィールドが変化し、白い玉が複数個出現。ピュアレイ、パラダイスロスト、白い玉から直線範囲攻撃とプレイヤーへ、ランダム円形範囲攻撃3回、次に行われるピュアライトのアンチを、潰さないように、ボスが角に移動してもすぐに行かず、円形範囲を2回出現させてから、移動、ピュアライト、ボスがフィールドの角に移動し、映像終了後、後半に前方攻撃。ディメンションシフト。全体範囲攻撃後、フィールドが元に戻る。バーイス&バーチュー、DPS、DPS4 人に円形範囲攻撃、着弾後 AOE 設置。エデンフレア。ボスを中心としたドーナツ型範囲攻撃。